クリスの部屋を見てくれて本当にありがとうございます今日もポジティブに進んでいきましょう <music> LINE のメッセージが来ましたクリスさんはじめましていつも動画を発見して勇気をもらってますありがとうございますこちらこそありがとうございます現在私はディスプレイ業という業職についていますしかしこれが本当に自分のやりたいことなのかまた収入の低いこの業界をこの気持ちのまま続けられるのかって迷っていますウー ありがとうございます。OK。まずね、これを分けましょう。低収入とやりたいのかなっていうことは違うことです。やりたいことをやってても低収入の人はいっぱいいます。収入を変えたいんだったら収入を上げる本とかを読んで勉強しましょう。ビジネスを勉強しましょう。マーケティングを勉強しましょう。な。OK。でも、僕が得意なことは これを答えることなんだよね。やりたいことかなって思ってることを続けること。僕のね、答えはこうなんですよ。僕は正直、自分がやりたいことをやっていく人生をおすすめします。で、簡単に言うと、なぜかというと、やりたいことをやってる人生、それと、 うん、わかんないなやりたいことは何だろうって思ってる人生。二つあるよね。A パターンと B パターン。実はね、両方大変なんだよ。もうやりたいことをやってるのも大変で、やりたいのわかんないなと思ってる人生も大変。じゃあ、どっちやるかって言ったら、まあ、やりたいことをやってた方がちょっとよくなるよなっていう考えなんですよ。で、簡単に言うとね、 どういうことかというと、まずね、まずね、まずね、やりたいことを仕事にしようって言った瞬間、あなたは一般人ではありません。好きなことを仕事にしたいなって。それを実際にやっている人はごく少ないんだよね、まだ。ね。これはもっともっと増えてくるよ。だって、経済の歴史を見るとわかるんだけど、 昔はみんな農業とかやってたんだよ何百年前。で今度機械の時代になって工場で働くっていう風になって、で今はまあ日本みたいな国とかアメリカみたいな国、ほぼの人はまあ普通に仕事ができるんだよね。もう辛い辛い辛い思いしてね。 時給500円とか300円で工場で朝から夜まで働いてるっていう経済レベル。今中国とか台湾、ね、そういうインドネシア、インディア、アフリカはそうかもしれないんだけど、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、日本はそれを超えたんだよね。だから、正直言ってコンビニ行ってバイトで、まあ時給700円はもらえると思うんだよね。800円もらえるかもしれない。で、深夜だったら1200円とか。はい。で、そういう人たちがいっぱいいるところには、ね。 ちょっとしたお金はみんな残ってるわけよ。2、3万円ぐらいは。で、2、3万円で何を買うかって。普通の人は。ね。毎月新しいエアコンとかテレビとかパソコンは買わないよね。何買うかって言ったらちょっと楽しいこと買うわけよ。何って言ったら LINE のシールとか買うじゃん。ね。アプリ買うじゃん。マリオのアプリ買う、ゲームのマリオラン買うかもしれない。ネットフリックス買うかもしれない。ね。スパーファイ買うかもしれない。 ね、PS4 買うかもしれない PS4 のゲーム買うかもしれないサッカーのゲームとかねスケボー買うかもしれない電気スケボー買うかもしれないうーでこうやって間違いなくこうやって時代が豊かになってるからその楽しいことにお金を使えるようになってきてるわけよ。ね今インドとかに行ってお金稼ぐの本当に大変でね戦後の日本みたいにお金がない時に楽しいこと買ってくださいって,言っても楽しいことやりてえけど 買いねえんだよで、時間がねえんだよみたいな話なんだよね。でも今はそうじゃないじゃん。だから間違いなく、その楽しいことにお金を使いたいっていう人は増えてくるんだよね。で、次のレベルは楽しいことをやってても人生満足できないって人が気づいてくるわけよ。で、もっとやりがいを感じることに人は時間を使っていくと思うんだよね。で人が幸せになること。それが本当の超ネトフリー見てるより楽しい。 っっってててていう風になってきてるなきるるく時代はポジティブに変わっているんですよ。で、好きなことを仕事にしたいなっていうのは結構進化している考え方でまだ一般的ではないんだよね。なので、今日のポイントは今日のポイントはよこれね、LINE でよくあるんだよね。好きなことを仕事にしたいって周りの人に言うと。 で、周りの人が無理だよというと、それはそれでいいんです。ひょっとしたら、周りの人が一般の人かもしれないんだよ。それはそれでいいの。大丈夫なの。ちょっと気をつけてもらいたいポイントがあるんですよ。で、どういうことかっていうと、周りの人の意見を聞くときには、ね 自分の頭の中でこの人の意見を聞くべきか聞かないべきかっていうちょっとしたメンンタルのトレーニングをやってもらいたいたんですよどういうことかっていうと例えば好きなことを仕事にしたいなって言うじゃん。そうすると一般の人はそれ無理だよっていうわけよ。 でねこれを論理的に考えると「あなたはそれやったことありますか?」っていう話なんですよ。でやったこともないやる前に諦めて一般的な人だが無理だから無理って言ってる人からアドバイスもらうべきだと思うねこれ本当に大切なんだよ。だだからら無理だよって言われたらね、OK、もし 例えば富士山登ろうとするじゃんね。で富士山を登ったことがある人に富士山を冬に登るのはめっちゃ難しいからやめた方がいいよっていうアドバイスを聞くのは一つなんだよ。夏に開いてる時に登った方がいいよって聞くのはいいんだよ。でも富士山もないなんか九州の博多とかで。 富士山見たことない人に富士山登りたいんだって言ったら富士山見たことがないのにそんなの登れねえよって言っててお前登っったことあるのかよよていう話なんだよでね今この動画を見ている人たちは結構一般的じゃないっていうか魂が進んでるっていうかすごいハートがピュアな人だと思うんですよ。 でなぜ好きなことを仕事にしたいかっていうとまあ好きなことを仕事にできたらうれしくて、ね、楽しくてクールでいいんだけどやっぱりそれ以上の思思いがあると思うんだよねそれは何かの役に立ちたい誰かの役に立って誰かが幸せになってもらいたいでそういう生き方で生きていきたいって思っててまあたまたまそういう生き方でやってたら仕事が好きになったみたいな感じ。 だだと思うんだよねでこの「好きなことを仕事にできますか?」って聞くときはね本当は好きなことを仕事ににしている人に聞い,た方がいいいる人聞たがんだよ富士山登ったことがない人に富士山の登り方を教えてくださいって言ったら答えられないじゃん。ね、でも富士山の麓に行くと、ね、ちょっと登ってる人とかもいるわけよ。で実際に1号目2号目3号目とかに行くと登ってる人がいるんだよ。で ねえ7合目8合目9合目とかになると結構テクニカルでここのピッチがあるからここはここでこうやって曲がってこうやって岩があるからそこでやった方がいいよとかすっげえテクニカルな話になるわけよ、ね、だから実際に好きなことを仕事にしたいっていう時はやってる人からアドバイス聞いた方がいいよっていうことがポイントなんだけどちょっとねこの本当に自分のやりたいことなのかっていうのが分からない時は仕事についてね 自分はどう生きていきたいかっていうのを考えるといいと思うんですよ。でね一つ楽なことがあるのそれは自分がつらい仕事をやっていても好きなこと自分が生きたいようにやっていても両方つらいんだよねでも自分が生きたいように生きていくと やりがいを感じてで自分も強くなっていくで誰かがあなたがそうやって勇気を持って一般の人たちがそんなの無理だよと思ってるんだけど自分のハートがいやこうだって本当にそれを信じて動いてねやっていくと周りの人もそれ気付いてであ彼とか彼女がやってるんだったら僕もできるかも。 で相談しに来たりとかそういう形になってやっぱりその世の中が良くなっていくと思うんですよだからこのねこのやりたいことじゃないかもしれないのを続けるかやりたいことを続けるか僕は間違いなくやりたいことをやった方がいいと思いますで簡単に言うと両方大変なんですよ人生っていうのは多分みんな辛いと思うよ、うん でも一緒に頑張っていこうよ、ね、でゆっくりメンタルを鍛えてさ、ね、例えば、ね、周りの人が無理だよって言うかもしれないけど自分でね自分がやりたいように生きていきたいなって思った時に自分で自分に無理だよって言うんじゃなくてどうやればいいんだろうってちょっとだけマインドティンキングを変えるとかね 何かネガティブが続いてたらなんでだろうってで気づいたら自分の思考が結構いつもネガティブな周りに考えてる走ってるかもしれないよねそしたらちょっとあちょっとポジティブに考えていこうぜってで何を信じるかって、ね、好きなことを仕事にしたいから仕事にやるするんだったら多分エネルギーが持たないと思うんだよ多分23か月で諦めちゃうと思うんだよ辛いことが出てきたら。 でも自分がやってることは本当にこのために生まれてきたんだ本当に僕はこれしかないんだこ,うこれが僕に対して正しい生き方なんだってなったらもっとエネルギーが出てきてしかもそれが誰かのためになる誰かの役に立つ、ね、本当に自分の心からこれが正しいんだって思えることそういうふうに生きていく、ね、好きなことを仕事にやっても嫌いなことをやってても両方つらいんだから などうせやるんだったらみんなと一緒にさ楽しくさ、ね、やりたいことを自分らしく生きていこうよそれで誰かのためになってね自分も幸せになってでそれで今度そういう仕事ができている人が増えてきたらさみんなもさ一般の人がさ「なあそれ無理じゃないよやってる人知ってるようんできるかもよ」で変わるかもしれないんだよな 富士山、ね、登ろうよって200年前に言っててもさ、まあ、200年はちょっと大げさなんだけど富士山登ろうよって言っても昔はそれ難しいよとか言ってて、うん、でも今はねバスで5合目まで行けるんだよえきっとよくなるよ、うん、であとセミナーやりますう6月3日土曜日東京サロン6月10日土曜日このスタジオ 7月1日土曜日表参道の東京サロンラスチカスごめんなさいベンチがなくなってしまいましたなんて言ってたっけセミナーーそうセミナー月1ペースでやっていきたいと思いますでね YouTube でセミナーできるようになったんだけどなんかね YouTube の人と話したらあ「セミナースペースは借りてもいいけど5人しか来ちゃダメだよ」って言われて。 はぁーって言ってうん、セミナースペースに人数入れたいんだったらチャンネル登録者が1万人だっけ 100,000? 10万人10万人必要よって言われてわ、うん、ってなったんでちょっと別の場所でやりますごめんなさい <laughs> でもやっていくぜ alright, thank you so much for checking out the video and I'll see you next time on Chris Nohea